クリムゾンスノー。どうもゲストの皆様こんばんは、おたけんです。さて今回はこの季節にぴったりのホラーゲーム、クリムゾンスノーというクリスマスを題材としたホラーゲーム実況していこうなと思います。はい。でこのゲームね、結構面白そうな説明があって、主人公の選択によってなんか運命が変わるらしいのよ。そう。だから多分、ホラー現象とか、エンディングとかが分岐すんのかな？はい、面白そうだよね。じゃあちょっとストーリー見ていこうか。彼女のジョイスと一緒にクリスマスを祝う予定であったあなた。あ、そうなんだ。そんな幸せな時間がこれからという時に、突如として現れた招かれざる客によって、すごい突如として招かれた、失礼しました。はい、完全にこれ早口言葉の一種だよね。突如として現れた招かれざる客。これみんな5回連続で言える？はい、二人は引き裂かれてしまうと。幸せから一転、クリスマスを生き抜くための戦いが始まる。おー、やっぱクリスマスといえば戦いだよな。では行きましょう。ニューゲーム。どんな感じなんだ？選択肢か。はい。おー、なんかいい雰囲気。あ、動かせんのもう。おー、いける。はい。で、このゲームね、日本語対応されてるっぽい。はい。電話だ。うん、スノードームとかもあって可愛いね。ろうそくもある。はい、出てきましょうか。誰からかな？彼女かな？うん。あ、ぽいね。はい、ダーリン。私がいない間、何してたの？はい。なんか仲良さそうだね。オージョイス、仕事がかなり片付けて、あとは結構テレビも見てたかな。充実した日々を送っていたよ。うん。E にしちゃうと、なんかジョイス、焼き餅焼いちゃいそうだよな。じゃあ9にするか。はい。マーク、まさかとは思うけど、私の好きなドラマを一人で勝手に見てたりしたら許さないわよ。仲いいね。はい。これはセリフどんどん進んじゃうタイプのホラーゲームなんだね。はい。山の写真が見たいな。その素晴らしいプールを見せてもらおうか。なんか今の感じで言うとさ、ジョイスは多分このプールに触れてほしい感じがあったよな。じゃあちょっとインするか。はい。見たいのは本当にプールの方かな？本当は私のビキニ姿が見たいだけだったりして。そうだよ。はい。あ、素晴らしいね、これ。素晴らしい映像が、映像じゃない画像が送られてきましたが。一緒に来ればよかったのに。ねえ。クリスマスなのに誰とも挨拶を交わしてないなんて。主人公仕事が忙しかったんだ。はい。いや、そうでもないよ。今日だって手紙が届いた。手紙？それ言い過ぎだよ。手紙だって届いてるし、まだ見てないけどね。うん。これいいでいいかな。誰かで手紙送ってくれたの？素敵ね。なんて書いてあるか読んで聞かせてよ。玄関に置いてあるんでしょ？はい、玄関に行くのかな？では行きましょうか。あ、これ通話したまま行くの？ぽいね。はい、あ、こっち側にもある。はい、郵便物はいつも玄関に置いてたよね。うん、行きますよ。さあさあ、玄関ここかな？やばいやばい、ジョイスぶち切れる。さあ、仲良さそうでいい感じですね。何？手紙なくしたの？はい。ゆっくり言ってるからな。怒られちゃってる。さあ、これかな？ぽいね。はい。あ、これがジョイスと主人公のマークの写真かな。はい。マーク、あなたが恋しい。あのような終わり方をしてしまい、とても悔やんでいます。もう一度やり直したい。過去の自身の言動を悔い改めました。考え直してください。一度会ってお話をさせてください。どうやって今の住所知ったんだ？はい。なんでしょうね。前の恋人とかってこと？もう一度やり直したいってことは。はい。てか、右下、キスマークついてんじゃん。ぶっちゅーつって。悔い改めた人の行動じゃない。すごいね、これ。うん。誰から？なんて書いてある？なんていうの、主人公、これ。なんか、税務署からの通知だ。親からのクリスマスカードだ。なんでこれ、正直に言っちゃいなよ。ダメなのかな？はい。これ、じゃあ、親とかにしとく？あら、そうなの？疎遠になってるって聞いたから、ほっとしたわ。はい。近況が共有できたところで、ちょっと寝室に行ってくれない？さっきの場所？人使い荒いな。1階にいても見えないから、2階の寝室に行って、はい、わかりました。覗くのね。てか、これ音小さいな。もうちょっと上げていい？ 3 ぐらい上げるわ。はい。で、行きましょう。さあ。2階の寝室。うん、ここだもんね。ああ、明かりついてる。あ、なんか愛してるのサインしてるよ。どう、何か見える？はい、こんな猛吹雪の時に開けたくないよな。なんか変な人が部屋の照明をチカチカさせてるのが見えるね。なんだよ、もう帰ってるの？言えば空港まで迎えに行ったのに。あ、なるほど。彼女の家、お向かいさんなんだ。はい。で、行こうか。それあなたを驚かせたかったからよ。クリスマスサプライズってやつ。幸運にも飛行機が嵐に巻き込まれ、あ、そうなんだ。
はいはい、無事にたどり着いてよかったな。これだとさ、なんか普通に飛ばなそうだもんね。うん、ちょっと盛り上げてよ。どうやって、もうそっち向かっていい、どうやって。うん、そうね、確かクローゼットに手持ち花火が残っていたよね。そうこっから放つの、わかりました。クローゼットここでいいのかな。はい、あ、ここっぽい。クローゼット、あ、これか。やはい、手持ち花火、はい、スパーク花火と呼ばれるものよりは強力だが手に持てるタイプ。あ、そうなんだ、これでいいかな。さて窓で火をつけるか。花火につけたら寝室の窓から見せて。 OK、 他に何かあるかな。あ、いっぱいあんじゃん。あ、ふい、花火大会や。さあ下は開かないね。ではでは、どうやって見せるのこれ。あ燃えろ燃えろここのベッド燃やしてちょっと驚かせようぜ。おーい、あ、これでいいのかな、見える。はい、ずっと欲しがってたフランス産のワインがあったじゃない、高すぎて買うのを躊躇してたやつ、今日はそれを用意しました。やったぜワインや。主人公のスマホ画面汚ねえな。はい、彼女はプレゼント買って、あ、主人公何買ったんだろう。はい、選択肢になりましたよ。お、気になってる、ツリーのところに置いてあるから忘れないようにしないと。何かはまだ言わないよ。あ、プレゼント、ごめん、今日一緒に祝えると思ってなかったから準備できなかった。これ悲しいなこっちにしよう。はい、教えてくれないの。うん、気になる。ちょうど花火消えましたね。うん、早く持ってきて、待ってるよ。うん、行くんだこの猛吹雪の中。早くしないとこのワイン全部一人で飲んじゃうよ。プレゼント持って早く来て、ツリーのところにあるんでしょ。うん、ツリーのところ1階か。じゃあ行きましょうか。ツリーどこ。さてクリスマスツリー、あ、これか。あ、指輪や。1ヶ月前に買った婚約指輪、プロポーズするタイミングをずっと逃してきた。喜んでくれるだろうか、そんな嬉しいだろう。はい、プレゼントが見つかったなら早く来てね。はい、行きましょうか。これプレゼントするこれと付属であの指輪を渡すっていう。はい、では行きましょうか。花火とかさ、他にはないのかな、アイテムとか。うん、なんかショットガンとか持ってきたいよね。さあ電話も切りましたね。うん、どうしようかな。ここ見てないな。開けれるかな。お、いける。なんかエクスカリバーとかあるかもしれないしね。ねえわ。さあまっすぐ行きましょう。ささ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 さ。うわ、吹雪いてる。はい、閉めましたね。なんだよ、すごいなんかメッセージをぶちかましたよね。なんか聞こえる。え、ちょっと待って、今笑い声聞こえたよな。お、これ自分家だよな。はい、あ、向こうだ。へへへへって聞こえなかった、さっき。気のせいか。さあ間に合い間に合い、これ走るとかないんだね。うん、ゴミ箱があって、なんかホームアローン1でさ、このゴミ箱を片付けてるおじちゃんいたよね、こういう場所で。はい、あ、明かりがついたぞ。ではでは入っていきましょうか。めっちゃこれ溜まってんじゃん、大量の請求書だ。ちゃんと整理するように言わないと。うん、結構ルーズなのかな。さあジョイス、ルーズな君にお仕置きよ。はい、しょ、僕もルーズなんで、あの、一言言えないんですが。ではでは、うん、あ、曲いい。こりゃなんかあれかな、向こうがサプライズしようとしてくる。おー、ジョイス、はい、出てこいよ。へほは、いっぱいプレゼントある。はい、この先は何で倒れてんの、片付かないんだ。ジョイス、おい、リリリリ、ジョイス待って。はい、ここに入ったのか。さあこれ、あ、でもすごいなこれ。うん、出れるの。はい、まだ雪に埋もれちゃったの、一人で対決。ちょっと待てよ、あ、動けねえ。はい、もう家の中だけど、いる、なんだか散らかってるね。うん、これで行こうか。家の中ってどういうこと、玄関でずっと待ってるけどまだ来てないわよね。え、
ちょっとサンタさん、家間違っちゃったの？通報される前に早く。うわ、ちょっと、じゃ誰だよ今の。あ、ちょっと待って、そういうことか。さっきのさ、手紙の送り主じゃない？うん。え、こう戻って大丈夫？クラスになんだけど。あ、棚、え、棚の向こうは、え、これじゃあ知らない人、うわ、ジョイス、あれジョイスの違うよね多分。すごい独特なダンス踊りますね。うん。あ、消えたわ。え、どこ行ったの？もういない。あ、あ、テレビが、あ、明かり灯してくれたわ。ありがとう。この部屋は、これもう部屋のロックガチ勢じゃん。うん。開かない。あー、なんかパスティ用意してるよ。ずいぶんね、外も冷えてるから、かなり冷製パスタになりかけてんじゃないかな、今のミートボールパスタ。はい。うわー、何かかん。てか、こういう場所で、他にアイテム、あ、ありそうだな。なんか見つけていこうか。てか、アイテム欄とかないのこれ。ないっぽいね。はい。このなんか花、あ、あったあったあった。この花火もさ、限りがあるから、あと3本だもんね。はい。じゃあ行きましょうか。あ、でもこっちが確かめてからの方がいいか。あー、消えちゃう消えちゃう。ちょっと待って。まだ消えないでよ。無理そうだな。うん。では行きましょう。なんか、むさ、あの、めちゃくちゃバンバン使わない方がいいかもね。うん。シャンシャン？うわぁ。暗すぎる。ここは？はい。お手紙があるよ。うん。完璧なクリスマスにする。彼がもうすぐ来るから準備しないと。ドレス、クリスマスツリー、クリスマスの飾り。あ、今、飾りしてんの？花火、指輪。帰らせちゃダメ。もう来た。キスマークは？キスマークを求めてる俺がいる。これ、ジョイスの字じゃないな。誰か俺を待ち構えてたのか。これ、まずいよ。はい？いる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 ！ちょっと待って、どうすんのこれ。あ、そういうことか。え、うわ、怖え。来るぞ、これ。物音立てちゃったから、これ、バレちゃうのかな。どうなんの、はい。てか、爪やばくない？シザーハンズ的な。見えてるわよ。ほんとに？じゃあ、当ててみろ。うわははは。確認してる。こっちが来るかな。来るんじゃない、やめてくれよ。あっち行け、頼むから。なんだよその爪。どんくらい、何ヶ月ぐらい放置、去るんだ。しっかり確認しろ。どうなっちゃうのこれ。あれ、ムービー。うわモテ遊びタイムじゃん。はい、かっこいいな、音がシュフィンってやったね。どのタイミングで出んだろうこれ。はい、戻ってきた。ちょっとちょっと、そこをくるくる回んのか。あっぽいね。シュフィンってやったらターンして戻ってくるのかっぽいね。じゃあもう一回シュフィン通過シーって聞こえたら行こうか。よし、はい、どうだ。いや怖いよこれ。しゃがんだ方がいいとかある？よし、くる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 、ここで見ておこうか。はい。うわ、こーわ、かっこよ。うん、口すごい下げてなかったの、こう。これで行くのか。はい。危ね、ギリギリだったな、今。閉めよ、閉めよ。で？あ、お花火があるよ。さあ、花火も取って、ここは？開かないんだ。こっち側どうだろう。確認してから後ろの方行こうか。結構広そうだな。あ、ここも行けない。はい、あ、あった。ラッキー。さあ、4本目。他に、下には落ちてないかな？ないっぽいね。はい。ここはいけない。あ、さっきの場所か。いずれさ、このチェーンを切るアイテムとか出てきて、通過できるようになるのかな？どうでしょう。さあ、参ろうか。うわ、これきつそうだな。ここなんもないもんな。はい。ちょっとなんか嫌な写真があるな。うん、怖っ。多分寝てる写真っていうことにしよう。うん。多分そうだろう。
さ、これ来るって多分、横からボーン、ハサミ来るでしょ。うん。ハサミっていうか、あの手。これ主人公の音だけだもんな、今。なんか右側からね、ザクザク聞こえんのよ。はい。で、あれ。何それ。どこまで行くの？すごいな、このギミック。不便でしかないじゃん。この家に住んだら相当不便だぞ、みんな。ちょっと！それ逃げんなよ！そこ走れないのよ。うん。ジョイス、怖いよ。いたずらやめて。クリスマスツリーを倒したでしょ。どこに隠れてるの？え、倒してないよな。飾りも外しちゃって。片付けるんだ。ちょっと待って。ジョイスの家に多分行ってるわ、あの女。俺じゃないよ、ジョイス。聞いて。なんか閉じ込められてるんだ。ジョイス、なんかおかしいぞ。どっちがいいかな？はい。閉じ込められてるんだ。なんかおかしいぞ。これで行くか。待って。だいたい今どこにいるの？まだ他人の家にいるなら早く出なさいよ。そうだよな。何が起きてるのか説明して。はい。信じてくれないだろうけど、いや、幻覚でも見てるのかな。うん。なんか廊下が伸びたんだ。何が起きてんだか。行かれたって思われるね、多分これ。どっちがいいんだろう、これ。うん。今見てるものを説明した方がいいかな。はい。じゃあちょっといいにするか。Mark, have you been drinking? 酔っ払ってるの。If this is some stupid prank, もうドッキリやめてほしい。待って。Wait. 何か聞こえた。マークなの？違います。ちょっと早く行かないと。Is that you? はい。ジョイスに不思議な現象について話した。彼女は信じてない。そりゃそうだ。え？聞いたよ、スノードーム。うん。なんか集めていくみたいな感じなのかな。うん。あれ？変わってる！すごい、模様替えが早いね、この家。はい、じゃあ開けて、誰かいますか？いらっしゃいますか？はい。うん。クリスマスで定番で見る、なんかこの世界の映画なのかな？つまらなす。失礼しました。はい。でもなんかこういうモノクロのさ、ちょっと王道な感じの映画って、なんかぼーっと見ちゃうよね。うん。さあ、前に勤労かなんかで、ローマの休日かなんかがやってたのよ。そう。ああいうのなんかつけちゃうよな。さあ、ここはつけようか、これもね。勤労もライトもつけよう。あったあったあった。スノードーム。うん。あれ、もう閉じちゃった。ちょっと待って。何の音？ふっ。いれれれれれ。足音聞こえる。危なかった今ギリギリだね。 Where are you? ここよ。うん。シーザーハンズ来たよ。怖っ。嘘だろ？それそれそれ。Let's celebrate together. 一緒に祝いましょう。これもう行くのかな？彼女のさ、モーションとか動きを確認してから行こう。すごいメタ発言。さあ、どうなるかな。一回さ、襲われたい気持ちもあるから、うん。どこかでやられてもいいかもね。さあ、あ、向こう行ったね。戻ってくるか？またさっきみたいにシャキーンって戻ってくる可能性もあるからさ、もうちょっと見ようか。うん。来た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 。何してんだよ。あ、帰った帰った帰った。わかんねえ。どういう動きしてんだ？もう一周見てみようか。いや、この隠れてる時のソワソワ感が、できるだけ近くに、ま、逆にいいんですか？あまりのソワソワ感にボココ出ちゃいましたね。はい。うわ！なるほど。そういうルーティーンね。はい。彼女のウォーキングルーティーンが分かったんで、行きましょう。まだ来ないだろう。こっち側でいいのかな？そこ行けなかったもんね。さっ。お、テレビも消えた。これさ、あ、できるわ。なるほど。こう確認して。ちょっとバレるかやってみていい？おお、あ、バレないバレない。あのなんか模型というか家なんだろうね。はい。何してんの？ゴキゴキ折れてるよ、骨が。大丈夫か、彼女。これ追うんで、多分。こっちかないもんね。あ、てか、スノードーム、あ、なんたん。1個回収したから、やっぱ2個集めんだね。
うん、合計3個集めていきましょうか。ではでは。ややこしい。ややこしい。野村萬斎やってる場合じゃないな。さあ行きましょうか。これ走れないのよね。いや、ちょっと待って、これ危ない。一回、こっち側でやり過ごそう。あ、引き返してるっぽいね。来るかな。ドキドキいってる。しゃがむがないんだよな、このゲーム。うん。まずいかもしれない。いたです。これで追うのかな。ああ、危ない。平気？ああ、なんか髪グラデーションに染めてて結構おしゃれ。あ、いった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 。これでこっちが行けばいいのかな？はい。これ。お前。Honey, 向こう行ったじゃん。 Don't make me hurt you. 双子なの？はい。怪我させたくないわよって。怪我させたくない、なんか、やつじゃないやな、爪。うん。あるかな？はい。そろそろ戻ってきそうだから、ちょっと待って。来てる、来てる、来てる、来てる。どう？向こうか、あ、違うわ。そうだ、そこに通路あるんだもんね。今どこだ？あ、そっちいる。あ、まずい。近い近い近い。見えるかな？あれ？はぁ。なるほど。そこで止まってまた戻るんだ。はいはい。じゃあその間に。よいしょ。ないかな？ちょっと暗すぎて見えねえな。うん、ないっぽい。ないっすね。ではでは。この心音も結構役に立ちそうかも。はい。彼女がどう行ったら行けばいいんだ？また、こっち側向かった時に、ついていくのかな？うん。ではでは、準備よろしいですか？皆さん。お、来たぞ。この振り返るとき危ないからね。よし、OK。行こう。大丈夫か。はぁ、大丈夫そう。行こうか。これで、あ、そこか。いや、これ。あったあったあった。ふぅー。で、また向こうか行ったらこの部屋探索するのか、あっちが行くのか。面白いな、このゲーム。お、来たぞ。早くお行き。頑張ればね、なんか、抵抗できそうな気がするけど。はい。なんかあるかな？あったあったあった。あったけど、これ結構もう時間ギリだから、もう一回やろう。よし。彼女が去った瞬間に、こっち行きましょう。なんか鍵とかがあるわけじゃないんだね。おー、なんか心音が激しいよ。恋してんのかな？これなんかさ、なんていうの？この垂れ下がってるのが透けてんのがより一層怖く感じる。最高。ふふう。うわ、止まった。怖いわ。ではでは。はい。こんなもないね。あ、なんかこのオルゴールの音が癒される。はい、あった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 。スノット。はい？これ、あ、そういうことか。気合った。すごいな。耳いいね。はい。耳いいんだけど関節が終わっている。うん。We can decorate the tree. ツリーを飾りましょう。うもって。やめて。うん。結構セクシーな格好してるね。うん。戻ったわ。そのまま去ってくれ。よし。では隠密行動で行こう。書物はなさそう。戻るか。いっちゃっせー。いっせー。ん？去った去った、危ねえ。去り際ちょっとかっこいいな、パントマイムみたいな。行こう。さあ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 、いけるかな。お前なんでそこに止まってんだよ。これ大丈夫、あ、大丈夫だ。向こうか行った。
ちょっと、ここ開かない?これ気づけよ。さすがに。はい。何これ?手形がある。あ、いけねえ。なるほど。ここか。やべ、来てる。大丈夫?結構のんきだな。おいとか言ったけど、大丈夫これ。はい。ここはさすがに入ってこないでしょ。うん。来た!なるほど。シャンシャンシャンボルトカッターね。なんでこれシャンシャン鳴ってんの?ここにスノードームがあるとか?ないな。はい。ここも、ナス。ここは、ナス。ここも、ナス。花火は、ある。ナスオンパレードでしたが、ここは、マッチン。うん、まずいね、これ。クリアね、多分。よし。いいね。主人公のフンのタイミング絶対おかしかったよね、今。お、来たぞ。どうすんの、これ。バレないよな。ハガッチってくれ。頼むから、ハッハッ。Stop running away. 俺は逃げも隠れもしない。Why are you hiding? その通り。出ましょう。さあ、We これ、いるな、そこに。また彼女の動きを把握してから動いた方が良さそう。さあ、We must そこでずっと喋ってんだよな。独り言が多い。俺やん。さあ、どう来るかな?次そっち行くんじゃない?あれなんか足音聞こえない。あ、もう行っていいのかこれ。行くか。ゴーゴーゴー。ちょっとちらっ。関節どうにかしろよもう。怖いから。なんであのボキボキ寄れながら来る感じ。可愛いよな。うん。去ったよ。さあ、これで行こう。結構時間があったから、え?無理じゃん。あ、止まってまた進むんだ。じゃ、ちょっと。一歩進んで前ならえ、つって。そんな感じで進んでいきましょうか。はい。向こう側行ったね。スノードームをこれ、またつけに行きたいから。はい。ではでは。よし。これ行くのかな?いけるいける。ゴー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 。さあ、一旦ここに入って、ここ他にないかな?スノードーム。どうだろう?そこないもんな。来てない。行こう。てか、あれかもしんない。ボルトカッターで、ここの部屋、行ける場所ってね。あ、これこれこれ。収めてから行くか。うん。さてさて。これで2個目。なんか可愛いな。一個一個これ、スノードームの中は違うもん。では。これも気になるね。お家があって。はい。お家や。あ、開く開く開く。え?何これ?これ?もうこれだよね。おー、何それ?え?どういうこと?なんかなったよ。はい。止まりましたね。今ので、どこか行けなかった扉が開いたとか?いや、なんか変わってないよね。さあ、じゃあ行きましょうか。ん?あ、ここはさっきの場所だもんな。ここは?え、違う。開かないもんな。なんでしょう。はい。どっかでも開くようなとしたよね。あったあったあった。かわいい。スノードーム。さあ、最後のスノードームちゃんを見つけましたが、花火ある？あった。来たっぜ。7本もあるよ。よいしょ。ここは開かない。はい。ここは？うん、ないね。こっち側もない。ここも開かない。開くね。あ、あったぞ、今。8本目。結構あるんだね。ただバカバカ使っちゃうと後半とかに辛くなる可能性があるからね。最高か。あれ?これなんだろう?あ、なんか光ってる。これか。
え？大丈夫？この家爆発しない？これやったことによってバーンみたいな。なるほど、どんどんこれやっていくのか。はいはい。指示なんだね。次は植木。え、なんだろうこれ。おー、すごいギミックだね。あれ？ん？ん？今やったよね。終わりでしょ？あ、なんかある。どっか来たぞ。何撮ったの今。ちょっとよくわかんねえわ。はい。一応編集で明るくして、皆さんには見えるようにしておきます。なんだろう今の。はい。ガチャ？大丈夫これ。なんかあるよ、向こう側。え？ん？なよこれ。単調なクリスマスの曲が。はい。ジョイスのクリスマス。ツリーに使われてた飾りだ。あ、さっき言ってたもんね。あの女ツリーを飾りたいとか言ってたな。ツリーを飾っておけば、気を引いて隙を作れるかも。おー。で？どうすんだ？これまた戻んのかな？ああ、さっきのクリスマスツリーに飾り付けをしに行くの？これから。はい。またかい。なんだこの家。さっきは不便だったけど、これ便利かもね。はい。長い廊下が一瞬で短くなるっていう。ではでは。また空間が変わっちゃいましたよ。曲怖えなぁ、はあ。この絵も怖えわ。よく見るよね、この絵。インフリクションとかもあった気がするもん。なんで、4番やめろよ、それ。そこまで来たらもう握手しようぜ。さあ、あ、これで向こう側行くのか。はい。ここは？やっぱいけないな。なんだろう、さっきのアイテムみたいな何？わかんない。では、カッチャリ、行きましょうか。いや、あれ果ててるよ。はい、ムービーだね。どうなるんだろう。うん。一瞬出てきたね。すごいな。この時に主人公のセンスが発揮されてる。はい。何かのドッキリよね。マーク。廊下を伸びる。あ、ジョイスも来てんだ。うん、はい。しかも見たんだね。あの女行き来してるわ。ジョイスとこのマークのもとに。ジョイス、これはドッキリなんかじゃない。早く逃げるんだ。ジョイス、よく聞いて。それは俺の友達じゃない。どこかに隠れて警察を呼ぶんだ。あ、こっちもいいでしょう。あなたの知り合いじゃなかったら一体誰なの？マークはどこにいるの？あなたは大丈夫なの？こんな危険な時にジョイス人の心配してすげえ優しい子じゃん。うん。悪夢の中にいるようだ。家がどんどん変わっていくし、変な女に追いかけ回される。ジョイスが言っていたクリスマスの飾り、見つけたっぽい。あの女が持ってきたのか。うん。どうしようかな。これじゃあ、E で行こうか。はい。他人の家に私の飾りがあるっていうの？マーク、もう冗談よしてよ。はい、冗談じゃないんですよ、それが。でもとりあえず、あなたの言う通り隠れたから、何か聞こえた。ジョイス！ちょっと。ジョイスは主人公の話を信じてないって。ドンマイマーク。うん。そしてこんな状況下ですごい綺麗に飾りつけたよな、主人公。鋼のメンタルにも程があるんだろ。これは？これろうそくじゃないんだ。ろうそくで。そう、花火かと思ったね、今。うわ。より一層吹雪いてら。で、あった。あとは、ここ暗いな。いるよ、また。近づいて平気？あんた誰なの？ねえ。怖っ！これどうすんの？逃げるんだ。やべえ。怖え、怖え、怖え！こっち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 、隠れる場所ないくない？これ無理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 。はっ、なんでエクソシズムをぶちかますの？美しいよな。あ、気を引いてるんだ。はい、すぐ戻るから。気持ち悪い。あははは、なんだあの怪物は。これ閉めようよ、もう。やべえよ。ジョイナスに電話しよう。
ジョイスへ花火も消えちゃいましたね。いや怖いよ。はい、ただちょっと癒されるこの音、言うてる場合かっていう。さあまたつけようか。まだ8本ある。おっとこれなんない。はい、1046、なんか暗号かな、覚えとこう。1046ね、はい、あ、ここ切れるじゃん、カチャリ。さあ地下かよ、お邪魔します。スノー、おっとカッチャ言って今。スノードームとかもうないもんな。あー、そこにある花火が回るのかな。はい、あー行っちゃったんだ。やっぱ大丈夫なのこれ。待って、どうすんの。ジョイスは銃声か。あ、よかった、いなくなったわ。うん、ドッキリなんかじゃないわね、あれは人間じゃない。ようやく信じてくれたか。うん、大丈夫よ、あなたの言う通り隠れてたから心の準備ができた。よかった。あれ分岐なのかな。うわー、ずっとした今花火を浴びせた。それ聞いたみたい。うん、花火良いなこの二人、明かりが逃げてみたい。何か明るいものを持ってるというわ。はい、知り合い、俺がそっちに向かっているということを知ってたのか。わかった、何か探してみる。ジョイスも気をつけるんだよ、気を抜かないで。はい、これで行こうか。なんとか切り抜けましょう。大丈夫、このね苦難を二人で乗り越えたらもう後の人生、二人のね人生なんかイージーモードな気がする。マーク、また来たらどうしよう。隠れたまま静かにしてるんだ。花火をもっと集めて、あと懐中電灯とかない、明かりで追い払うんだ。明かりあった方がいいよな、ちょっと大変だと思うけど頑張れ、ジョイナス。うん、警察にも連絡するけど、この嵐じゃ到着に時間がかかるし。確かに、あとくれぐれも気をつけて。ジョイス優しいな、ちょっとも愛してる。あー、こんなの本当愛がもっと深まるよな。そしてこれはなんだ、ジングルベル。はい、あー、なるほど、はいはい、てんてん、うん、違う、てん、あ、違う、もっと上だ。てんてん、俺楽譜読めないんだよね。そう、ピアノ一応弾けるけどさ。これでいいのね。こうだ。で、最後同じ、これだ、レだ。はい。はいはいはい。うん。メロディー、そんな弾いて大丈夫？来るよ。ダンダダダーン、ダンダダダン。すごいロックなジングルベルだったね今。はい、でこれはクリスマスの夜だと偶然、ん、ラジオの音が止まったよ。でまた裏には何かの文様のものがある。はい、文様、これか。村にはある若い女性がいた、なんと聡明で美しいことよ。しかし運命とは無情なもの、彼女の夫が戦争から帰還することは叶わなかった。ああ、そうなんだ。彼女はひたすら泣き続けたが、とうとう涙が枯れてある日、彼女は決意した。再演の夫を蘇らせる、と。そのためには手段を問わない。彼女は悪魔との契約を選択した。あ、悪魔と関わりを持つことなど、ご法度であることはもう言うまでもないが、彼女の決意は固い。クリスマスが訪れるの待ち、彼女は召喚の儀式を、取り行ったかな。うん。はい、あ、持ってく、何これ、大丈夫、ちょっとこっから主人公ナルトみたいに韻結ぶのかな、韻投票社会みたいな。さあ行きましょうか。こっちは行き止まり。いやー、ちょっと暗いからつけようか。おっと、ドラム缶でカーリングしてる。どこだい、もて遊ぶのはもうそこまでにしろよ。さあ、物で脅かす作戦は俺にはもう効かないよ。さあ、花火があった、参れ参れ、どっからでも来なさい。あら、まずい、なんでピアノの音したんだろう。向こう側は誰もいない。これくぐるのかな、こっち側から行きたいよね。行きます。はい、これで、はい、花火は他になかったかな、大丈夫、この辺なさそう。はい、
ではでは、これ地下から抜けて、うわぁやばそこの女子行っちゃったね。え、これ行けんのか、こん中入ってったよね。はい。はい、じゃあちょっともう一回使おうか。しゃがんだり隠れたりすると、これは消えちゃうのかな、このろうそくは。花火か。ではでは、ガシャン、ガシャン。うわ、マジかよ、クシュクシュ言ってる。あ、これ一周してる。マジか。追いかけっこパターンだね。いないじゃん。色よくわかんねえから。こっち？あ、違うっぽい。うわぁちょっと待って。とんでもないのがいて、今。カチャリ。はい、あった。ただ、来るかな？どうすんだ、これ。はい、うわぁ、すんごいや。クリスマス、来年のクリスマスツリー、これにしよう。うん。おじいちゃん、おじいちゃんの写真が飾ってある。うん。え、待って。え、これ。今の女の人のおじいちゃんかな？怖っ！そんなことすんの？はい、手紙あった。残念なお知らせですが、あなたの視力は低下してます。また、検査の結果、光に対して過敏であることも判明し、あ、なるほど。従って、日光はもちろんのこと、その他の強い光も避けて生活することをお勧めします。うん。元カノも晴れた日に出かけるのを嫌がってたな。いろいろ面倒なやつだった。すげえ言うじゃん。はい。なるほどね。これで、あ、あったまた。あと、これ何？ん？おぉ。なるほど。今のにどっかが開けたのか？はい。いや、この、なんか感じ、めっちゃ怖くない？はい。帰んなさい。よし、行ったぞ。さあ、俺も行こう。彼女の動きを把握します。いらっしゃっせー。よし、オッケー。こっち行けない。ついてった方が意外と安全な可能性がある。さあさあさあ、どこ行く？どこで止まるかがわかんないもんな。あー、なるほど。そこで止まって、おお！すごい！モデルさんみたいな感じで髪をなびかせてね、今。ファーンつって。あ、ここっぽい。違うっぽい。どこ行くんだ、これ。はい。ここを見れる。そして、音がする！うわ、ここ見にくい。なるほど。ダクトを通じてなんか、破壊してやんのか。厄介だな。目の前通るかな。他にもなんかレバーがあんのかもね。あれ？来ないわよ。足音もしない。行こうか。あ、また手紙か。こんなんストーカーだな。相手の彼は大丈夫だといいが。はい。友達のところに行ったなんて嘘。彼の母親に電話しなきゃ。あんなの？下なんて書いてあるのよ、これ。彼の同僚の一人？秘書と付き合ってんの？バイオレット？誰がと会ってるに違いない。誰が彼を奪おうとしてる？ヘレン？ナタリー？怖いなぁ。なんか、バイオレットさん、ヘレンさん、ナタリーさんの番号ってことか。これまずいね。この人。やってんな。多分、あやめてる可能性もあるよな。その人が今のツリーかな。嫌な感じする。さっきおじいちゃんの写真があったけども、それは何なんだろう。嘘でしょ？ここ行こう。よし。これで隠れればいいのかな？ふう！危ない危ない。さて、どうなるかな？今その辺にいるっぽいね。あ、戻ったか？はい、ねえあれ。あ、来た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 。酔っ払いが来た。血取り足だな。気づいてないよね。よしよしよし。危ない危ない。血取り足の女子がいる。出ますよ。よし。さあ、これは何？え？なんで消えてんの？どういうことこれ。戻った。なんで戻んのこれ。え？じゃあよくわかんない。どうすんだ？
彼女がでも戻ってきちゃわない？ちら？行くか。なんかやるんだろうね。さ、いる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 、これ間に合うかな。すごいギリ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 戻れたわ、危ねえ。早く来なさんだ。なんなのよ、さっきから。こっち驚かしてカサ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 ダクトを取り合って、お前。すごいなびかしたね、また。さあ。行くわよ。おっと、大丈夫か？いけるいけるいける。あっち行ったな。つけるか。そこで止まってるから、あった。どう回ってくる？危なかった。そう行くのね。危ねえ。てか俺何してんね、今。あれ？目的が、さ、は？これまずいな。来るよね、多分。また別の場所に来たわ。はい。新たなツリーがあるぞ。これヘレンとかじゃないよな。今のカシャっていう音で多分反応してくるんじゃないかな。来ねえな。よし。では。あ、でもぽい！どうなんだろう。でもじいちゃんばあちゃんだよな、さっきの。あの女性のじいちゃんばあちゃんのツリーってこと？はい？うん。一応まだ生きてんのかな。はい、じゃあ、淡々と恐ろしいこと言いましたが。来たぞ。なんだそれ。ちょっと可愛い。さあ、これバレてんのかな？は？あ！やばい！嘘！力強いな。え、終わった？嘘。ついに、準備しないと。愛してる。これ、ああ動ける。うそそそそそ。どうすんのこれ。いやいや笑うなお前。これどこに隠れんだ？さっきの。さあさあさあ行こう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 。あここか。じゃあちょこれかぶろ。あ無理だ。よし。あぶれ。ギリギリじゃない？あぶれー。バレてないよな。どう？またバーン来るかな？あ、わかったわかったわかった。早く帰ってよ。なんなのあの子。今の気づくとはね。はい。あそこに何かあんのかな？もう一回行こう。さあさあさあ。しっかり調べられなかったからな。あ、でも彼女が向こう側戻ったってことは、俺らもあっち行くのか？どうなんだろう。でも一応、念のため確認しますね。さあ。こう、そこだよな。うん。どうすんだ？カシャってやって、いや、ない。何もない。うん。隠れるの？ね、これ。嘘！おい、伸びた！死ぬほど似てなかったね、今。あ、バレた。どうしよう！結構近い気がする、これ！お母さん！し、あぶんねえ。嘘これ、大丈夫かな？大丈夫や。これでも絶対落としちゃうもんな。大丈夫？近くにいなきゃ平気なのね。いや、怖かった。それとも戻ってきたりする？進んでるね。そっち側にいる。お。どう行くかな？さあ、彼女の動向を伺って。やっぱ追った方が楽だね。なんもないね。よし、オッケー。どう行くかな？ディフェンス。ディフェンス。よし。これ謎だよな。あそこのあれ。さあ、よいしょ。あ、いない。あそこかな？いけるっぽくない？いけないっぽい。どこ行くんだ？止まるんだ！ここやで。ふぅ。あぶねえ。で、また出て、はい、住むのか。他ないよね、何も。いってらっしゃい。ここどうすんだろう。
ここの鍵がどっかにあるんだろうな。どこだい？探しちゃうもんよ。あ、そこ違うか。こっから来たんだもんね。何これ？こんなんあったっけ？おお、開いた開いた開いた。あ、なるほど。これの動力か。さっきの二つのレバーは、統治法。何これ？鍵か。え？え、どういうことこれ？あ、こういうことか。やめてー。誰なのあれ。はい。これで、あの飾られた扉が、あ、なるほど。あそこが開くんだ。ツリーの扉ね。はい。何これ？弾丸っぽくない？さあ、行こうか。花火はもうないよね。ただ、彼女もそろそろ戻ってくると思うから。あ、行けるっぽい。ゴー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 。大丈夫？来てない。ふふふ。さあ、どうだ？うん。飾り付き可愛いよね。では、はい。これ毎回やろ。ではでは。あ、花火か。なるほど。光が逃げてっていう風に言ってましたもんね。箱いっぱいの花火。あの女が本当に明かりが逃げてならこれは使える。罠でも作ってみるか。あとは気を引く方法だな。あいつ、俺の指輪どこに隠したんだ。さっき殴られたというかさ、ぶん投げられた時に、主人公のさ、彼女に絵の指輪を、婚約指輪って回収されたんだろうね。はい。どこに繋がってんだこれ。お、また来たね、ジョイポリス。Mark? はい。Are you there? Are you okay? うん。大丈夫。そっちは？奴は近くにいる。ちょっと声落とした。ちょっと面白い、これ。まあでも、うん、大丈夫。そっちはあの方がいいかもね。うん。あ、でも、奴がいるっていう報告を、ジョイスに報告した方がいいかな。ちょっと安心するもんね。I'm sorry. ごめん。声抑えるね。はい。This bitch is afraid of bright light. 追い返してたわ、あの女。間違いなく明かりが。あ、やっぱそうだね。さっき取っ放してたもん。いなくなった。What about you? そっちは？はい。進展あった？ Preferably. いい知らせがいいわ。うん。なんか儀式の内容が書かれた本の数ページを見つけた。彼女はこれを参考にあの力を得たみたい。ジョイスへのプレゼントを持ってかれたよ。あー、これは言わなくてもいいんじゃないかな。じゃあ Q で行こうか、これは。What do you mean, 儀式？ ritual? どういうこと？ If that's the case, それで彼女を止められそうなの？ Then maybe we can use it to weaken her. Try to find 他にもページがないか探してみて。はい。I called the police. 警察呼んだわ。なんか声のトーン違くない今の。So,あなた居場所がわからないから、私住所を伝えた。来たら窓から合図して、2階に上がった方がいいわね。ジョイスはでも今無事だね。はい。よかったけども。シャン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 。シャンシャンシャンが向こうにいる。次どうすんだ？なんかあるの？あれ？なんか行き止まりじゃん、これ。戻るとか？戻れぬ。カツオ兄ちゃんのバールがあったです。バールのようなものがありましたね。はい。閉めるな。取って。おうし、かっこいいね、今。取り方がかっこいいこと。重いけど、あの女には効かないんだろうな。でも、エレベーターに、うち、あ、さっきのか。え！どうなってんの、これ。ガイもいんのかな、ここ。箱入り息子がいるかもしんない、こんなか。これで、ここをぶち壊すの？はい。おー。素手でやれ。体育会系な僕が出ちゃいましたが。はい。さあ。大丈夫？これ何？エレベーター？はい。これ、大丈夫？どうする自分家のマンションがさ、このエレベーターだったら。うん。毎回ね、買い物した帰りとかもとんでもないことになる。さあ。ああ、外に出れるかなと思ったけど、ちげえわ。まだまだお家を散策するのね。やふい。ピーポーピーポー聞こえる。これ、ジョイスやったっぽいな。よかった。はい。で、おっさんいて、で、こっち、もう行きたくない。もう行けない。どうしよう。ここ行くしかないか。はい。お！ああ！おまわりターン！こっちっす。はい。ジョイス無事に呼んだんだ。向こう行ったな。聞こえる？
警察が来たみたい。ここよ。Hey! こっちに来て。あー。Hey, てかこれもう向こう行けねえわ。どうなってんの？うん。こっち側は？あ、行けねえか。大丈夫かな？ん？これもう行ける？まだだな。こっちよ。うん。はい、それで窓からやつ、あ、なるほど、これでいいのか。オッケー。近所の家から明かりが見えるけど、あなた今2階にいる？うん。どっち側だ、ジュース。はい、警察に気づかれないみたい。もっと目立つ窓に移動して、オッケー。こっちか。で、通過可能になると、はい。ジュースお待たせ。今行くわよ。さあ、あ、遭遇してる。え？嘘だろ？ちょっと待って強すぎだろ。え？これ警察やられたよね今の。ああ、ちょっと待って、おまわりさんがやられてる。今の見た？これじゃ私たちも二人ともやられちゃう。そんなことないよ。あ、違う、え、な、落ち着けって。パニクってもいいことない。ジョイス、大丈夫だ。逃げ切るんだ。はい。押し付けって言うか。あの女、武装した警官をいとも簡単に投げ飛ばしたの、ね、よ。ね。さっき俺も身をもって体験したわ。はい。ちょっと、どうなんの俺。よかった。あれ言わなかったら、取り乱したまま行動しちゃうのかな。はい。やっとプレゼントもらえた的なことを、あと。はい、プレゼントもらう。あ、やっぱじゃあ指輪持ってるんだね。警察官の一人をあなたのいる家の窓に放り込んでた。拳銃を携帯してるかもしれない。確認してみて。わかりました。いやでもさ、おまわりさん、プロでやるさ、警察が銃使っても無理だったからさ、この主人公が銃使っても無理やろ。うん、すんごい嵐、めっちゃ吹いてるな。さあ、おまわりタンの元へ行きましょう。何これ怖っ。さあ、何これ怖っ。なんか暗号っぽいよ俺。おーおーおー。テンションがうざい。意識が擦れてく、忘れないように集中しないと。念のため本のページは隠しておいた。一番近くにある。色の順番が道しるべになる。まず木の下を覗く。次に悪魔の瞳を、睨む。3番目は鹿の心臓。あ、鹿の心臓。最後はクリスマスの星。はい。ではでは。え、鹿の心臓、ここ？はい。なんでしょうね。どこにあるんだ？これ戻しとこうか、じゃあ一回。木の下、悪魔、鹿、クリスマス。いやお色直し知ってた？なんで消えたの？なんだ今の急にどんぐりタイプのジャンプスケアのホラーゲーム。手紙あるよ。はい。ずっとこうやって監視されてたのか。逃げようがないな。諦めの悪い女だ。女が出かけた。もう邪魔にならない。マークが指輪を買った。私？復縁したがってる？マークは親と絶縁した。いいこと。はい。字うまいね、この人。誰と話してる？彼は悪影響の友達ばかり。どうにかしないと。マークが一人でクリスマスを祝ってる。今だ。あのビッチのところに行った。すげえいいようだな。ジョイスっていう名前が今消されてたね。ちょっと。はい。これまた向かってるっぽいよな。ジョイスの家に。はい。望遠鏡を見つけた。俺ん家に、向いてる。あの女が書いたと思われるメモを見つけた。俺の行動が書いてある。これで行くか。メモ？どういうこと？うん。なにこれ。あ、鍵かな？嘘と真実。彼女、俺らを監視してたんだ。真実。彼女は、俺を監視してたんだ。はい。ちょっとこれ真実で言った方がいいんじゃないの？ I thought so. やっぱりね。ずっと求めてたのは私ではなく、あなただったのよ。うん。何か関わりがあるはずよ、マーク。正直に言って。Do you know this 彼女、知り合い？これ、ジョイスさ、もう気づいてるやんの、多分。うん、いや、知らないです。なんでそんな嘘つこうとすんの？
はい、こっちでしょ。以前付き合ってたんだ。付き合ってた？なんでもっと早く言ってくれなかったの？うん。そうなるよな。これを見るまで気づかなかったんだ。そうだよな。見た目が全くもって変わってるんだ。どっちがいいんだろうこれ。見た目が全くもって変わってるんだ。これでしようか。前はどんな感じだったの？はい。彼女が精神的な病を患って別れるしかなかった。さっき帰ってやったもんな。行かれてたよ。俺の親や友達に嫌がらせをし始めてから別れた。あー、なるほど。You said mentally unwell. ちょっと曖昧な表現ね。This sounds somewhat vague. はい。So、that's ちょっと疑惑の眼差しだからね。今、ジョイスは。昔からあんな超能力みたいなことを？はい。さすがにそれだったら付き合わないね、主人公。ああ、だよな。昔何もなかったと思うけど、目を背けていたのかもしれない。去年、体調を崩してから妙な現象が起き始めた。おー、これかな。So、this monster これどうなっちゃうんだろう、この二人。Mark? マーク、話してくれてありがとう。あ、よかったっぽい。よかったよかった。で、これは？うん。電気走ってるよ。廊下の鍵。さあ。なんでいるの？うん、すんごい笑みだったね、今。ここにいたよな。ちょっと、オイル直ししたり、覗いたり。はい。次は？どうすんだ？これで、鍵を使って、あ、ここか。ウィス。なるほど。これでおまわりさんの方向かうっぽいんだけど。いるいるいる、ここね。オッケー。隠れるわ。よいしょ。ふぅ。このスケスケ感がいいね。さあ、こっち来るかな。来た。お色なししてる。けなげ。いったいったいった。なんだよ、あの子。ウェディングスーツ？どこで止まるかな。そこか。オッケー。はい。ふん。口ほどでもない。さあ、あとは、あ、開けてる！あれ？ちょっと待って。主人公登山してる。行ったな。花火もある。あ、戻ってきてる。危ない。また開いたら彼女が通った合図だから。うわ、入ってくは来ないね、多分。怖え。からはいけないもんな。もう窓ぶち当って帰ろうよ。ただそれやったら相当な速度で、あのさ、エクソシズムで追ってくるよね。行ったかな？行ったね。ゴー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 。バレないように行こう。あー、危ない。間に合うかな。もうここ開けてる場合じゃないな。ふ、ん？しまった。さあ、どうなるのこれ。あ、開くね。何もぬ。さあ、警察は剥き出しや。クッキーが。そして、またお手紙が。結局、最後の最後まで、面と向かって話すことができず、手紙で、あ、そうなんだ。手紙で済ませたんだ。せめて、もっと早く言うべきだったか。うん。そして、こっちは、俺は戻らない。家族に対するストーカー行為をやめろ。ああ、そんなことだったんだ、やっぱ。危害も加えないでくれ。家族にはどこに引っ越したか知らせてない。俺の居場所知らない。精神疾患のせいなのはわかるが、さすがにもう無理だ。適切な治療も拒み続け、もはや自分を制御することもできなくなってるだろう。君を愛してるが、これ君を愛してる部分がピックアップされてる。家族の心配をするのに疲れたんだ。すまん。これもうやばいわ。君を愛してるっていうところだけ切り取って、もう反応してるもん。うん。これはこれは、相当ぶっ飛んでやがるね、この元カノさんは。いるね。どこか隠れる場所ないね。こうしてから、ん？動いてる？あ、いる。どう行けばいいんだ？こっち行ってこっち行くみたいな？え？ずっとブヒブヒ言ってる。近づいて大丈夫？どうすんの？これ。なんか、あ、そこか。なるほど。こっち側行って、あー、なるほど。これ親切でね。この赤い手形で何をするのか教えてくれてるら多分押すんじゃないこれ。やっぱり。すごいなぁ。さあ。なんか任天堂スイッチとかでも出てほしいね、このゲーム。
すげえ面白いわ。さあ参りましょうか。カッチャリ、こっち向いてるやん。すっげえ顔。指輪は私のためだと思ったのに、もう私愛してないね。ちょっと気づいているんだね。はい、でも返さない、もう私のよ。はい、うん、まあ言うても全力で取り上げるわ。うん、マークが前に進みます。これで大丈夫なのかな。は、よし、バレるだろ。なんでバレないね。はい、ではでは、ここはあった、花 B。 一番下開かないんだね。あ、ここもある。ラッキー。16本になっちゃった。すごいの使ってこう。はい。おっと、なんで？向こういたよね。はい？あ、やっぱここしかねえ。これ、なるほど。そういうことか。音を立てないように、こう行くんだね。はいはい。さあ、どんどん行っちゃうわよ。おっと、明かりが消えた。さあ、こういう、そうそうそう。興奮してる、興奮してる。大丈夫？さあ、音鳴っちゃったかこれ。あ、大丈夫だ。はい、次はどうすんだ。あ、しまったね。てかさっきの謎解きあれだな。あ、しくった。さっきの本の謎解き多分あそこでやんないとダメだったやつかな。うわー、ちょっと惜しいことした。はい、おまわりさんとこ来たわ。ではでは、ちょっとすっげえ見るも無残な。はい、これで真っ向から撃っても無駄。うん、あいつは早すぎる。はい、で、あ、来たぞ。はい、ジョイス、状況はどう？大丈夫？死んだ警官を見つけたよ。拳銃待った、拳銃見つけたよ。ちょっと心強い。あ、こっちもいいね。はい、気持ちが落ち着くのはいいけど、うん、油断せず気をつけてね。銃を撃てばあの女に銃声が聞かれるでしょう。居場所がバレるから慎重にね。はい、わかりました、ジョイスちゃん。あとマーク、ちょっとね、じゃあここで今大丈夫なの？これのんきだな。どうした？いや、今は無理でしょ。そうなるよね。まあでも聞いた方がいいよな。どうした？私へのプレゼント何だったの？今更だけど、何だったのか知っていたいの。なんかフラグじゃないこれ。大丈夫？言ったら死亡フラグになんねん主人公。はい、指輪だよ。プロポーズするつもりだった。はい、そんなこと考えるなって。無事切り抜けられるからその時にちゃんと渡せよ。それまでは内緒な。あー、どうしようこれ、言っていいのかな。指輪だよ、プロポーズするつもりだったっていう風に言ったら、なんか本当に死亡フラグになっちゃうかな。どうなんだろう。いや、でも言っとくか。マーク、私ありがとう。無事に再会できたら返答するから。だから絶対諦めちゃダメだよ。どうする、これで無理っす言われたら泣くわ。ではでは、ここはなんもない。いやー、銃をこれどうやって出すんだ。あ、明るい時に使っちゃった。ここはいけない。あー、なるほど。うわー、ぶっ放してどうすんの俺。来たぞ、戦うのか。でも無理だよね、真っ向からは。いる、あなた。え、なになにそれ、すごい。あ、そういうこと。はい、かっこよ。主人公トム・クルーズなんじゃないかっていう気分だよね今。え、消えたよ。あれ、銃が出せない。あー、すごいな。あい、あ、来た。せっかくだからじゃあやる、これまず金の下、金の下、この絵かな。はい、絵を、あ、そういうことか、色だから。あー、なるほど。はい、色、そうだよね。で、最初が、これってこと？次が、悪魔の瞳を睨む。悪魔、悪魔。はい、これか、緑か。緑、
で、次が、ちょっと待って、眩しいな、これ。次は、鹿の心臓。鹿の心臓？これか。緑、青。はいはい。緑、青。これでいいのか？緑、で、青。で、最後が、クリスマスの星だよね。はい。クリスマスの星。これか、赤。はいはい。どうだ？あ、ターン。なんだこれ。はい。なるほど。この物語と同様のことが現実に起きているとでもいいのか。だとすれば彼女はこれを参考にしたに違いない。はい。こっちは？彼女が扉を開けると、そこには無傷の夫が立っていた。二人は抱擁し、キスを交わし、夫は妻の耳に甘い言葉を囁いた。これぞ、幸せ。ちょっとだけなんか嫌だ。と、彼女はこ、あ、そういうことか。彼女は心の中で叫んだ。はい。彼女のセリフ、心の中の声ね。なんか男の人が急に耳元で、これぞ幸せって言ったのかと思った。気持ち悪いね、その場合。彼女は再び幸福の日々を取り戻したかのようでやったが、悪魔が幸せをもたらすはずもない。うん。帰ってきたその男は夫ではなく、悪魔が墓場から掘り起こした体に夫を装わせた怪物であったのだ。はい。その怪物は騙される彼女の愚かさを嘲笑った。しかし、悪魔はそれだけでは満足しない。その怪物は夜な夜な村を徘徊し、一軒一軒の扉を叩いて回るようになった。うん。あ、また、ありましたね。はい。さて、二つ目。はい。あれ？こっち一個いけない。ここもいけない。あ、ここいるわ。で、こっちかな？はい。行きましょう。さあ、これで元でもいいのかな？おはんよん。また必要じゃない？さあ、参ろうか。カッチャリ。ではでは、ここはいけんのかな？どうだろう。あ、いけるいける。なるほど、南京錠施錠ね。はい。来ちゃうんじゃないの？うん。よし。さあ。あ、指輪ある！うおー、来たぞ。はい。この空間何なんだろうね。女の気を引けるだろう。もう逃げるのにも限界がある。限度があるか。決着の時だ。はい。さて。これラストスパートかな？ぽいよね。ぶっ飛ばしに行こう。はい。ジョイポリスから来たよ。マーク、銃声してきて大丈夫なの？ああ、一応聞こえるんだね。うん。一旦奴は追い払えた。大丈夫だよ。奴を止める方法を考えた。はい。これで行こうか。少し安心をさせよう。教えて。はい。ジョイスのプレゼントを餌にしておびき出すよ。言い方が最高だな。俺を追ってるわけだろ。プレゼントでおびき寄せて襲撃する。なるほど。こっちかな。私へのプレゼントが見つかったのね。よかった。私のクリスマスの飾りを持って行ったのも、あなたと一緒にクリスマスを過ごすためよね。クリスマスツリーのそばにプレゼント、あ、そうだね。気を引きましょうか。その場を花火で埋め尽くしてね。ド派手に行くぜ！マーク。お願いだから気をつけてね。ド派手にぶちかましましょう。花火は持ってるから、お、買ったぞ。はい。ん？切り替わった。花火がある。さあ、どうすんだ？こっちは？いける。うん。向こう側だよね、でも。あったあったあった。何の音だ、これ。はい。あそこに置くマークがある。これで、よいしょ。どうなっちゃうの？これね、ボス戦？あ、でも。違うわ。最終だよ。あ、来た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 。酔っ払いが来たぞ。はい。ありがとう。これで、あ、ボタンある。押すのか。はい。撃て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 。これでいいの？リロードは？はい。うわ、すごいすごい。あ、ここもある。
あ？これさっきの来て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 。ほら、これ普通に打っても無理だよな。ここにおびき寄せて、おやすみ。なるほど。結構簡単かもしんないこれ。ぶちかまそうぜ。いや面白いな。どこ？はい？あ、壊されたのか。やめろ。でもここにもある。さあ来なさい。どっから来るかな。あ、そっちからっぽいな。よし、オッケー。構え、放て。よし。おやすみ。さあどんどん来なさい。私は準備できてるわよ。あ、壊しちゃった。どうしよう、どっから来るかな。さあ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 、あ、ここいいね、広いし。さあ、ロックの人を消すぞ。俺がぶっちゃかってるよ。来るかな。ん、あ、こっちや。マックス音量なめんな。よし。さあさあ、あれ、もう終わり。あ、もう撃てないの。え、うわあ、すごい眩しい。はぜた。はい、最後すごい眩しかったね。あー、よかったよかった、勝ちましたね。1ヶ月前に買った婚約指輪。はい、どうなっちゃうの。うーわ、こーわ。はい、マーク、ドアが開いたよ。ドアが開いた。あ、なるほど、呪いでやっぱ開かなかったんだ。うちに来て、今回絶対迷わないよ。オッケー、これ俺もいけるかな。おっちおっち、そこだっけ。いや、あれもうちょっとさ、ぶちかましといてもいいんじゃないの。はい、出れる。パトーカーがあるな。いけないよ。あ、いける。さあどうなっちゃうの。さようなら、誰だか分かんない家。あ、花火上がったわ。ジョイス、わわわわわわわ、すごいこれ。なんだよこのクライマックス、最高や。うわー、ジョイス花火師なの、すごいな。うん、とんでもない花火が家にあったもんだ。答えなんだけど、はい、My answer is yes. よろしくお願いします。あー、終わった、よかった。これはトゥルーエンドですか、ハッピーエンド。いや、ハッピーだろこんな。うわー、警察大丈夫かな。その点がちょっと気になる部分でございますが、はい。まあでも主人公マークとジョイスがね、無事に生きてたっていうことでハッピーエンドだよな。終わった。はい、ということで今回、うん、曲いいっすね。いつも僕のオープニング曲や、好きなんだよな僕この曲。はい、皆さんどう感じましたか。うん、なんかね、あの模様というか、あの謎解きも他にもあったけどもさ、多分何回か謎解き要素があったんだろうね。そう、残りだってあと 3,4 個あったじゃん。そう、あの六芒星のさ、だからさっきの本みたいに他にもあったんだろうね。あれだったら違うエンディングに行くのかな。はい、選択肢とかも嘘をつき続けたら相当なことになりそうだもんね。もう目に見えてるな、それは。はい、まあでもこれ主人公たち生きててよかったな。この後クリスマスパーティーすんのかな。のんきか。はい、皆さんもプレイしてみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。もしね、この動画が、そしてこのゲームがちょっとでも感動した、怖かった、面白かったという方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。